リンドラー触媒とは触媒作用を減弱させた不均一系パラジウム触媒である。触媒作用を減弱させるために触媒毒となる物質を添加することを触媒を非毒すると言い表す。リンドラー触媒は競技には炭酸カルシウムに端示したパラジウムを酢酸なまりで非毒したものを指すが単体自体が非毒性を持つ炭酸バリウムにパラジウム、プラチナ、 ニッケルなどを端治させた不均一系触媒も抗議にはリンドラー触媒と呼ばれる。アルキンに対する不均一系触媒による接触水素化反応は水素が同じ側から孵化する新孵化のため得られるアルケンは Z 体となる。しかし生成したアルケンも接触水素化反応を受けるため消費される水素量を制御することでアルケンを選択的に得ることはパラジウム。 マイナス活性炭などの一般的な不均一系触媒では困難である。一方、リンドラー触媒では非毒により触媒作用が減弱しているため、アルキンに対する反応性は残存しているものの、アルケンへの水素負荷は極めて遅い。したがって、リンドラー触媒を用いて消費される水素量を制御することで、アルキンからアルケンを選択的に売ることが可能になる。 しかし、アルキン選択性を持つわけではないので、ニトロ元などアルキンよりも、接触水素化反応への感受性の高い元が存在すれば、そちらも、接触水素化反応を受ける。リンドラー触媒は、不均一系触媒を製造する方法に準じて、製造される。すなわち、塩化パラジウム等を含む、水溶液に単体を見落させ水素ガス、攪拌吸収させて、単体上に、 金属パラジウムを積出させた後、単体が非毒作用を持たなければ、適宜非毒物質を添加して製造する。この再酸成分が残存すると触媒作用が増強されるため、アルカリで処理して酸成分が残存しないようにしたり、反応系中が酸性化しないように考慮する必要もある。あるいは調整済みのリンドラー触媒が、 多数の試薬メーカーから提供されているので必ずしも、用事調整の必要はない。ありがとうございます。